おはよう。朝一番でふみふみしています。ワンちゃん、ワンちゃん、眠い時にやるやつじゃない？じゃあこれから寝るの。今日はですね、ジャンク、NTT の光回線のなんていうの、この間設置してまた今日は、切除っていうか取りに来るそうです。ちょっとね、不合理というかねなことが起きています。au 光を2年前に引いたんですが、その時に引いた線を今度は JCOM に、切り替えるにあたって JCOM の光を同じものですよ、同じ線を2本目を、設置しました。そして前のやつを今日抜くんだそうです。いいんですか？フードロスみたいなもんじゃないの？そう関係ない？違う。とにかく、そういうことだそうです。今日は午前中にジャン君とポンちゃんがビビる日です。はい、不穏な空気を察して逃げたジャン君が戻ってきました。外わかんないかな。光ケーブルが2本あったのが1本になりました。で、変な日。はい、工事、あと外の工事をするそうですが、それはうちは関係ないよね、ということでした。でもジャン君またちょっと逃げ腰だね。ああ、ジャン君なんかこうちょっと腰がなんかこういう感じでビクビク引けてるよ。ジャン君ビクビク。ジャン君ドンドンとかガンガンとか音がしなくてよかったね、ちゃん。そうだね、撮るだけだったからね。うん、あれあんなとこにあった。ちょっとびっくっとして。ごめんねごめんね、ちゃん、ジャン君。はい、チェックね。はい。もういないよ、誰も。ポンちゃん、助けてあげて、ジャン君。ポンちゃん出てきた。ポン、なんか、はい。くつろいでます。ポンちゃんは平気です。ポンちゃんはでも一応ね、そこのあのこっちのさ、ふみふみベッドにいたのがいつの間にかシュッてそこに行ったのね。そうそう、私の感じが、はい、できた。寝てるな。ジャン君ビビりながら移動です。まあ大丈夫でしょう。ジャン君面白い。はい、今日は終了です。よかったね、短くてね。ポンちゃんは？ポンちゃん、外の工事を眺めに行っているポンちゃんです。きっと工事のおじさん可愛いねって思ってるよ。ポンちゃん、このね、布を閉じたのはジャン君が、あのはしごとかが、うん、シュルシュルって上がってきたり、おじさんが登ってくるのにビビったから、見えなくしようって言って閉じたのに、わざわざポンちゃんは見に行きました。ポンちゃんは勇気があるね。面白いね、ポンちゃん。何覗き込んでる、覗き込んでる。あ、なんかはしごが終わったんだね。お、興味津々です。面白かった、ポンちゃん。うん、すっごい見てるよ。これだけ度胸の差があるんだね。うん、はい、ジャン君、ジャン君は挟まれに来ましたが、ポンちゃんはちょっと離れたとこに出てきました。ポンちゃんはここおいで。ポンちゃん、はい、2人並びました。あれ並ばしたのに。じゃあポンちゃん、あ、みんな逃げていく。ジャン君、
はい、じゃんけん。ポンちゃん、ポンちゃん、明日お誕生日なのでマオイママさんが何かを買ってくれたそうですよ。ポンちゃん、よかったね。あ、ピントが狂うね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、開封動画です。はーい。なんだ、はい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 、これは片手であげたらやばいかな。はい、ポンちゃん、こんなの来たよ。はい、こんなの、こんなの。はい、豪華な爪研ぎソファーです。これはブラシです。これはどっかにつけるやつね。はい、なんかブルジョワな感じの、うん、あ、見る見る、見ますか。いきなり爪研ぎました。はいはいはい、あ、もう、もう絶好調絶好調絶好調。ここのやつ大好き。はい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 、はい、いいよ。はいはい、いっぱいあるね、いっぱいあるね。よかったね。歓喜の爪研ぎお誕生日おめでとう。ポンちゃんいいね。やっぱりすぐわかるんだね。猫型ソファーも可愛かったけど、ちょっと今回はポンちゃんに合わせて赤くしてみました。はい、お誕生日だしね、ちょっと豪華なやつ。はい、しかもちょっと大きめなのでですね、他のものをちょっとどかして設置します。設置しますって言ってるけど今爪研いでるから、またね、後でね。おー、いいね、ポンちゃん。捕まるのもちょうどいいか。ポンちゃんいいね。うん、はい、この位置を予定しておりましたので、こんな感じです。背景のこの葉っぱとよく似合う。似合うね。もうちょっと上げた方が良かったかなと思ったけど、大丈夫かな。うん、大丈夫でしょ。はい、ここでくつろぐ感じになるかな。寝ちゃうかもしれない ね。あ、でもちょっと下の方にもある感じになっちゃったけど、まあいいか。うん、はい、それとこのドーム型のが同居することになります。はい、あ、ジャン君も出てきました。ジャン君おいで。ジャン君の好きなさ、あの猫型爪研ぎソファーと同じやつのジャン君デザイン違いなんですけど、ジャン君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 は、ジャン君は目が覚めたらこれなのね。はい、どうぞ。ジャン君も爪研いでいいらしいからね。そうよ、ポンちゃんのだけどね。あれ埋まってんの、ジャン君埋まってんのまだ眠いんでしょ、ジャン君。うん、ジャン君とポンちゃんのものしか置いてないそうだね、もう人間は肩身狭いっす、この家では。はい、ジャン君も爪研ぎました。そしてポンちゃんなんかあそこで可愛い感じになってるけどジャン君お似合い。はい、ポンちゃんも来て。あとここ入っていいからね、これね。そうそう、ポンちゃん、ポン
ちゃんのだよ。よく巻いていいよ。やっぱり好きなんだね、この爪とぎ。そうだね。ここのは本当にすぐ研ぐよね。うん、さすが段ボール専門会社。あら、くつろいだ。あ、くつろいだ。ポンちゃんより先に。